山本太郎が大炎上被災地の石川県で炊き出しカレーを楽しむ5日に令和新選組の山本さんが被災地の自粛が呼びかけられている能登半島に入ってしまい被災者用の炊き出しのカレーまで食べたとして日安が悟し大炎上してしまっておりますこの問題について林官房長官は被災地に繋がる交通量を減らすことが喫緊の課題だ自家用車の使用を控えるよう 強くお願いいししたたなどと批判されました現状、被災地において使用できる道路は1本のみとなってしまっておりますがこちら、山本さんに対して救援物資の運び方が下手だとか山本さんが松葉杖えをつかなければ移動も難しい状態で被災地に入ってしまったことに対する批判も出ておりますが、まあ、ただただですね迷惑としか言いようがございませんけれども 私は偽善であっても国民の役に立てば良いとは思っておりますが、山本さんの行為は被災地や救援活動に負担をかけてしまっておりますので、邪魔でしかありません。速やかにお引き取りいただくようお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました